甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの11回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね、まあ、よく投打が噛み合ってますね。そうですよね。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。新庄打席に入ります。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。いやーホームランが打てたのは大きかったですよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、今日はその好調な打線にも注目しましょう。打ちました、いい当たりだ。センターに大きな打球、これはどうか、センターオーバーのヒットになりました。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。さあそして打席には松永入ります。さあ一打先制のチャンス、まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。まず何を投げてくるか、抜けたような感じになりました。大きく外れます。外へのストライク。3球目は何で来るか。真ん中打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。はい、その期待のかかるバース、バッターボックス打ちました。これはいったでしょう。頭上ぐんぐん入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。バッターは注目のルーキー石峰、昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガース見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。バッターはアリアス、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打ってましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のスワローズは最下位と、なんとか立て直したいところです。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。1回終わって2対0、2回の裏タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー木戸。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャー、初球打ち、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで9試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。早いうちから差をつけておきたいですね。うん、そうですよね。打ちました、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、3対0タイガース3点リードとなりました。さあそしてバッターボックスには糸井が入っています。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました、
ライトバックバックバックする、ライトオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。この前半戦で試合を決めにかかっています。タイガースがダイソーを送ります。糸原がセカンドランナーに入ります。さあ打席には先発の桑田入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、5対0、タイガースリードを5点に広げています。打順はトップに帰って新庄。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで5試合連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース7対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ここは当然という交代でしょうか。スワローズピッチャーを変えます。さあマウンドを任されたのは五十嵐、今シーズン23試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。打ちました、これは浅いフライ、ライン際に打球が飛んでいる、一塁線ライン際フェアになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで6連打、ノーアウトランナー二塁です。まず変化球を見せてきました。打った、高く上がった、これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、8対0、タイガースなおもチャンスです。バッターは4番石峰、打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした、見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース10対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、打順は5番アリアス、タイガースホームランで得点を挙げています。ファウルになります。低め、これは決まった、ノーボールツーストライクです。ボールになります。打ちました、これはスタンドへ入りそうです。これは三塁側のスタンドに入ります。インコースを厳しく攻めます。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、真ん真ん中左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9連打、ノーアウトランナー二塁です。引っ張った、サードゴロ、サード取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターの亀山、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。切りました、ファウルボールです。これが3球目、インコース詰まりました、ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターはダイソーから起用されている糸原、2試合当たりが出ていません。ツーアウトになっています。ファウルになります。
2球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー3塁を回った。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは3塁到達。タイガース1点追加します。11対0。タイガースなおもチャンスです。さあバッターボックスには先発の桑田入っています。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これは見送ってボール。さあ3球目は何か。体に近いところ。次が4球目。内へ。これは決まった。さあバッター追い込まれています。打ちました。破っていった。一気に右中間へ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。12対0。タイガースちょっと。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の梅野。さあマウンドに上がったのは梅野。今シーズン20試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。初球大きく外れています。2球目打ちました。大きな打球になった。センター下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース14対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。2番バッター松永、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。空振り。これが2球目。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライク。ボールになります。打ちました。センター下がっていく下がっていく。フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。まずはボールから入りました。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ファーストが落下点に入ります。村上が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。2回終了。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか？いや本当ですね。今日は面白いように打ててるんじゃないですか？そうですね。この後も打ち上げた。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。バッターボックスには5番アリアス。前の打席はツーベースでしたからね。はい。今日はバットが振れてるよ。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには6番木戸。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。インサイド落ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。15対0。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスには7番亀山。打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。今日はダイソーで途中出場の糸原、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。ランナー飛び出す。ランナー挟まれた。タッチはアウト。これで打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターは今日の先発ピッチャー桑田。今日はバットでも貢献しています。先ほどの引っ張った。これはどうか。セカンド取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。
しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、初球打ち、これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。スリーベースヒット、これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁です。得点のチャンスを迎えています。甘い球見逃さなかったですね。はい、初球打ち、ライトセンター追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸び入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム5本目のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました、タイガース。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターは3番バース。タイガースホームランで得点を挙げています。インサイド外れます。149キロ、打ちました、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。ちょっとタイミングはずれました。バッターの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割8分。痛烈な打球、スタンド一直線、入った、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました、タイガース。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の大下。さあ、マウンドを任されたのは大下、今シーズン16試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。初球ボール、打ちました、浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。これではバットが出ません、ストライクです。あっという間に2ストライクです。ボールになります。打ちました、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。7番バッター亀山、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。タイガースこの回7人目のバッターになります。インサイド落ちました、これはスタンドへ入りそうです。入れました、ファールボール。この球は見送ります。打ちました、山田一塁送球します、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。8番バッター糸原、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子、打ちました、取った、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。さあ、打席には先発の桑田入ります。まあ調子も悪くないですし、勝ち星がつくところまで行かせるでしょうね。初球打ち、これはどうだ、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。5回の裏
今日はバッティング絶好調。この打席でヒットが出ればサイクル安打達成となります。いやあと残りがシングルヒットなんで、これは可能性が高いですよ。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。切りました、ファウルボールです。ワンボールワンストライクです。打ちました。これは大きい、伸びていく、どうか、レフト深いところ破っていきました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。2番バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放って走ってきた。キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。これはセカンド取りました。一塁アウト。打順は3番バース、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。これは打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これは一塁側のスタンドに入ります。ボールになります。一塁線、あっと弾いた。これが今日4本目のヒット。ツーアウトランナー1塁、打席には4番バッター石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやーナイスホームラン。ここでタイガースダイソーを送ります。オマリーファーストランナーに入ります。ファーストランナーはオマリー背番号1。初球は何から入ってくるか。ファウルです。ファールボールに十分ご注意ください。2球目打ちました。ヒットになった。これで2試合連続の猛打賞。ツーアウト2塁1塁、5番バッターアリアス。前の打席はツーベースでしたからね、ええ、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。ええ、そうですね。タイガースこの回は3本のヒット、しかし得点には結びついていません。インサイド落ちました。左中間に落ちました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。タイガースなおも3塁1塁のチャンスです。6番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。切れていきます、ファウル。バッターボックスの木戸、今シーズン得点圏での打率は5割。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。青木が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏ワンアウト2塁の場面、迎えるは3番バース。甘く入った球を振り抜きました。タイガースこの一発で先手を取ります。2回の裏ノーアウト2塁の場面、7番バッター亀山、その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。続く攻撃ノーアウトで2塁にランナーを置いて、8番糸井、初球を叩いてタイムリー。タイガース1点を追加します。6回の裏7番から始まるタイガースの攻撃、亀山バッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。次が3球目、低め見送っています。打ちました。これは大きい、伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って3塁に向かう。3塁タッチはアウト。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。バッターボックスは8番糸原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。大下、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。この打球はファウルになります。
アウトコース外れます。これはファールグラウンドへのフライです。4球目打っていきましたが2アウトとなっています。ピッチャーに打順が回って先発の桑田バッターボックスです。今日は当たってるようなんで打ちました。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。2アウトランナー2塁。さあマウンドに上がったのは近藤。今シーズン30試合目の登板です。前の登板では負けがついています。今のは打たないといけませんね。変わって出たピッチャーはストライクを取りたい気持ちが強いですから、そこを狙わない手はないですね。そうですか。引っ張った。これはどうか。ライン際入った。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイガース大量リードとなっています。バッターボックスは2番松永。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。バッターはダイソーから起用されているオマリー。前回のゲームではホームランを含む4安打を記録し、ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。この点差で走ってくるとはちょっと意外でしたね。打ちました。セカンド取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。ハフが6番手として。西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょうか。そうですね、難しい状況がないわけですから、とにかくバッティングに専念できるということですよね。なるほどね。3球目は何で来るか。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。さあまず1球目打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。センターバック、センターバックする、入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは6番木戸。タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。ボールになります。これが3球目三遊間、奥村抑えて、これで3連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは7番亀山。いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ヒットでランナーファウルになります。3球目見送っています。ボール、打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックス糸原。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。打ちました。これはショートライナー。バッターは桑田。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙って打ちました。セカンド正面のゴロ。山田一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わり、さあマウンドを任されたのはマクガフ。今シーズン16試合目の登板です。これが1球目打った。
奥村掴んでワンアウトです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。今日はダイソーで途中出場のオマリー、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗、ファウルになります。打ちました。あら、掴んでこれで7試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。セーフ。これが初球、初球打ち切りました。ファールボールです。次が2球目、いいボールですね。はい、低めのストレート、ストライク、ノーボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフト下がっていく、下が入った、ホームラン、ツーランホームラン、なんと今日3本目のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りましたタイガース。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、これはセカンド山田取って、おっと、ボールが落ちている、落ちている、これはファーストのエラーです。ランナー出ましたタイガースです。ツーアウトランナー一塁、バッターボックス木戸。いや、先ほどはしぶとい内野安打でしたね。はい、エラーでランナーが出ています。初球打ち切れました、ファールボール。ここでタイガースダイソーを送ります。八木ファーストランナーに入ります。低めは外れました。さあ3球目は何か、打ちました、これはどうだ、センターに抜ける、これで9試合連続安打、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックス亀山、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたよね。打ちました、大きな打球になった、ライトバック入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りましたタイガース。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、打席には8番バッター糸原。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー2塁。さあバッターボックスには先発の桑田入っています。調子自体は悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。うん、そうですね。はい、さあここでタイガースダイソーを送ります。和田セカンドランナーに入ります。まずは変化球から入りました。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、真ん中打ちました、ライン際ですがここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。
一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物のございませんよう、お席付近を